今日やる、ドリブル練習の名前は名付けて導線ドリブルです。導く線にドリブルって書きます。導線ドリブル。はい、皆さんこんにちは。大月クスチャンネルです。今日は、フットサルの、練習方法を紹介したいと思います。せっかくうちのスクールもドリブルスクールということで、やってますんで、いろんなフットサル選手とかフットサルをやっていた方々がいろんな技とかを紹介すると思うんですけど、まずは入門としてどういう練習したらいいのかっていうのを説明します。ロジックですね、紹介いたします。で、今日使うものはこちらです。今日はスクールで使っているマーカーを4つ用意しました。赤いのを3つ、緑色の1つなので、このマーカー、こういうね、大きい、なんていうの、これ三角コーンがない人は平たい、よくサッカークラブとかでも使っているマーカーとかでも OK ですし、フラットマーカーでもいいし、最悪なんだろう、 石とかでも多分いいと思うんですけど、あとは 色がね、大体分かれば、なんか別なのがいいかなと思うんで、ぜひ、用意してやってみてください。それでは行きましょう。はい、ということで、実際どういう風にマーカーを置いていけばいいのかっていうのもちょっと説明してみます。これ体育館はこうラインとかいっぱいあるんで、ラインがあるところは結構ラインも活用してみてください。まず、今日やる、ドリブル練習の名前は名付けて導線ドリブルです。導く線にドリブルって書きます。導線ドリブル。はい、で、置き方、練習の仕方、まず赤いコーンを1つ置く、2つ目置きます。で、3つ目を置いて、最後はちょっと長めに置く。これがここがなんとなく4分の1円で置ければいいかなって思います。はい、ということでね、ちょっと山ちゃんボール貸してもらって、はい、で、どうするかというと、後でどんなシチュエーションで使うかっていうのは後で説明します。練習方法、ここ今左サイドを右足で丁寧に扱っていきます。で、横向き横向き横向き、まずは縦突破縦突破で、この導線は何を目的としているかというと、相手との距離を取りながら縦突破でもいいしカットインでもいいんで、相手との間合いをうまく測るために、使うドリブルの一つの練習です。あくまで練習なんで、この導線ね、ドリブルをここの緑来たら仕掛ける、これをちょっとやってもらいたいなと思います。ポイントがあって、今これから他の動画でもカットインとか縦突破とかはそれぞれ出すんですけど、まずは縦もいける中もいけるっていうのを見せたいので、まず縦行くだと、縦だとカットイン行きにくいんで、僕のスクールで教えてる導線ドリブルのドリブルは中を向きます。フットサルで言ったらピボを見つつ相手との距離を取りつつ行きます。で、これでカットインも行きやすいし縦突破も行きやすいし両方とも行けます。で、カットインをしたい時に縦ずっと見てアウトサイドで触ってる選手は意外とこの膝が内転してカットインするのがすごくスムーズじゃない選手が多いんで、ぜひこの練習をやってみてください。まずここの1個目のドリブルからしっかり中見て中見て中見て、ここに来たら横見て、カットインの場合はカットインだし、縦の時は縦行けばいいし、このドリブルをちょっと練習してもらえればなと思います。はい、ということで説明だけだとちょっと分かりにくいんで、実際、やってみたいんですけど、
ちょっとあの収録時間が結構遅めなんで子供たちはいないということで、あのソルビーノフットサルスクールの他に大人でソルビーノフットサルクラブオーバー30っていうのがやってて、あのオーズキックスであの大会も主催してるんで、その主催の大会の中であの活動してくれてる1チームの選手っていうかね、やってくれてる人にちょっと山ちゃんね、はい、入ってもらって、はい、山ちゃんですね。よろしくお願いします。テロップ入ってますね、山ちゃん、はい、あの協力してもらうんで、で実際山ちゃんにやってもらいながら、僕も やりながら、ちょっと動線ドリブル、どういう風な体でやっていけばいいか、まあ、僕と山ちゃんの違いもそうだし、ちょっと山ちゃん あの体の向きとかにちょっとテコ入れをしていくっていうことでちょっとやっていきましょう。はい、テコ。ではじゃあ実際やっていきます。はい、ではドリブルをして、最初は縦突破で、縦突破、はい、次に右足側にボールを持って、敵が来ちゃった場合はこうやって避けれるように、その感覚で、で仕掛けるときは一気に仕掛けに行くと、でちなみにこの動線ドリブルの目玉というか、なんでこの軌道、この動線をあの作ってるかっていうと、こうドリブル来てカットインで失敗しちゃった時に引いて、もう一回この動線で相手と距離を取るためにこの4分の1円を作ってる感じにしてるんで、ちょっとこうね、斜めにドリブルするのも意外と難しいんで、これも練習で、まずは縦突破、はい、していきましょう。なるべく左足を前にしてみて、で右足の後ろの右足をしっかり持って、あと引っ掛けるだけ。なんか質問ある？質問。いや、右足にそう常に前にキープしてこのドリブル、そうそう難しい。左足で何をしてるかというと、左足で圧力をかけてるの、ね、で圧力をかけて、この圧力に反応してくる相手がいるんだったら中だし、圧力なんて何って思いながら中切ってくる相手に対してはいい間合いで仕掛けるっていうのがポイントというか基本かな。ちょっとやってみる、もうちょいね、今多分ちょっと なんか真ん中にいってたかな、ボール。山ちゃんのドリブルこう中に来てるから、俺は結構本当に右足にキープするんですよ。右足にで相手が来たら避けて、もう一回この動線やり直して、で仕掛ける、はい、はい、ということで、今回は動線ドリブルをやったんですけど、ここから今なんとなくやった縦突破も実はいろいろポイントがあって、縦突破のあのポイントだったりとか、僕が日頃選手だった時によく使ってた縦突破のロジック、やり方もちょっとこれから説明できればなと思いますので、まずは今日この、基礎となる練習風景、練習だけ、あとこのマーカーだったら4つあれば誰でもできるので、ゴールがなくてもね、ドリブルの練習はできるので、この動線ドリブルぜひ、やってもらえればなと思いますので、はい、またこれからもよろしくお願いしますということで、チャンネル登録と概要欄にインスタ と、僕のツイッターともろもろ貼っておきますので、情報を見て、
飛んできてください。もし、質問がある方はコメント欄とかインスタの DM も、意外とあの DM もらうことがあるんで、あのぜひ DM で言ってください。あとはパーソナルトレーニングとかもいろいろやってるんで、概要欄見てください。以上になります。山ちゃんありがとうございます。はい、山ちゃんね、あの皆さん見てください。ちょいちょいあの大人のクラスも僕チーム持ってるんで、あのその選手とかもあの、まあ、やってビフォーアフターでね動画積み重ねていけば上手くなっていくの、大人でも上手くなっていくのがこれから 見れると思うんで、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。